アンカーブルーイングカンパニーはアメリカの種類製造会社。アメリカを代表するマイクロブルワリーである。主要ブランドはアンカースチーム。カリフォルニアゴールドラッシュの最中の1854年にドイツ人の醸造技術者ゴットリーブ・ブレクルがアメリカ市民権を取得するとともにビール醸造所を開業した。1896年にエルンスト・バースト、オットー・シンケル・ジュニア、 が買収し、アンカーの社名を付けた。1965年、廃業寸前のアンカーブルーイングカンパニーをフリッツメイタッグが買収。1975年には、黒字経営に転じる。1993年、アンカー上流商を設立。1997年、シングルモルトラユイスキー、オールドパトレロ発売。1998年には、クラフト人。 フーニパーを発売。2010年4月、オーナーのフリッツ・メイタックは、アンカー・ブルーイング・カンパニーの経営権を、キース・グレガートとニー・ホリオに譲渡したと発表した。2017年8月、札幌ホールディングス参加となる。アンカー上流所は、独立し、ホートリング &CO に、社名変更した。ありがとうございます。